始めます。おはようございます。おはようございます。ハレルヤア,アメンアメン私たちはじめまーす。はじめまーす。はじめまーす。はまってはじめまーす。はじめま 表していますそしていろんな形で私たちは神様の栄光を表すんですがあ日曜日に集まることも神様の栄光のためです、えー、自分のためでもあるかもしれませんが集まることは、ね、その集まる私たちが集まる理由はイエス・キリストのためなんですそしてそのイエス様に向かって、ね、礼拝しイエス様を賛美し そ,のそして、えー、イエス様に祈って、私たちは神の栄光を表すのです。多くの人たちは、あその自分を誇り、この世を誇り、えー、そのイエス様以外のものを誇ります。いろんな偶像があります。ねえー、会社を誇ったり、ね、そ何かこの商品を、ああの皆さんあの、テレビではいろんなコマーシャルがありますが、 あれも結局は一種の偶像崇拝ですねうちの商品はもうこれを買えば幸せになりますとかこの食べ物を食べたら健康になりますとか、ねえー、この間あの、ね、なんかこう、えー、なんかそういう,、ね、もうこの商品はもう最高ですとかなんかちょっとあの古代広告がありますがそういうのも結局一種の偶像崇拝のような気がします。 私たちは何を一番誇るべきでしょうか私たちが誇るべきお方はただお一人です。なぜかというと、この神様によってすべてが作られたからです。えー、本当に誇るべきお方、お方それはすべての万物の創造者であり、万物を支配されている方、その方を誇るべきではないでしょうか、えー、像は 作られたものを誇るんですが太陽を拝んだり動物を拝んだり人間を拝んだりしますが、えー、作られたものを拝むのはおかしいわけですね作った方を拝むべきじゃないですか<れ>太,陽太陽は大きいですしすごくもうもう本当に生物の,そのエネルギーのもとですがでも太陽を拝む というのは一見何かこう理屈は合うんですがでも太陽は太陽で単なる物質ですねえ要するに重水素が核融合を起こしてエネルギーを出している物質ですで太陽を作った方がいるんだということですね太陽を作った方がいる星を拝むのは七夕ですが星を作った方がいる 人間,を拝むその人間を拝む宗教があります。でも人間は神、神様に作られた存在です。ですから私たちはその人間を拝みたくなる気持ちは分かりますが人間は人間です。私は死んでですね、この仏壇で拝まられたくはないんですね。子供とか孫にですね、 あのおじいちゃんって言ってこう拝まれたくないですよ。私人間ですからね。私は人間として取り扱ってほしいです。でも私たちは、えー、見えないから神はいないんじゃなくてその目に見ない神を神がつく作られたこの世界の中で神を知ることができるんだということです。 そして神様はこの自然界を通して神を表されているだけではなくて十字架を通して十字架を通して神を表しているんだということです十字架を見なければ神がわからないというのがキリスト教です皆さんえ多くの人はえ何かにとらわれて偶像を見ているので神が見えないと言ってもいいかもしれませんえこの本当に 正しい方を見る、本当に神を見る、それが的を得ているということじゃないでしょうか。罪というのは的外れですから、神じゃないものを見ていることが的外れ。神じゃないものを見ていることが罪と言えるのではないでしょうか。クリシャンも騙されます。クリシャンもサタンに騙されて、イエス様以外のものを見てしまうことがありうるのです。多くの人がもし元気がないならば、 えー、的を得てないのではないでしょうか。ね。えー、ピントが合えば、こう、ね、はっきり見えるのです。そして、焦点が合えば、ね、同じですね、ピントと焦点同じ。何かぴったし合えば、そこから流れてくるのです。イエス様に私たちがアクセスすれば、そこから神様の祝福が来るのです。多くの人は、えー、その、 神様に繋がってなく天国に繋がってなく、えー、本当に元気がないのです私たちも気をつけます私たちも悔い改めます私たちもイエス様に向かって本当に、えー、仰ぎ続ける必要があるのです信じ続ける必要があるのですそして、えー、イエス様とつながる必要があるのです信仰というのは神とつながることなんです信仰というのは 神と関係を持つことなんです。アメ。ですから、それは、えー、もう自動的ではないんです。神と繋がるためには、本当に私たちが心を注いで、本当に、えー、減り下って、本当に熱心に、神を求めなければ、神との関係が、こう、弱くなってしまうのです。ですから、私たちは、今日の礼拝も、もっと神様と、 つながりたいのです。もっと神様と関わりたいのです。もっと神を愛したいのです。ですから皆さん、心を奮い立たして、心を神様に向けようではないでしょうか。もう思い切って、イエス様を賛美しようではないでしょうか。アメンハレルヤ、おはようございます。 今日東京町田はとても天気がいいですこの天気の良さはあ来たるう大リバイバルをお表すのではないでしょうか、えー、今週末ごろですね東京ではあ桜があ開花すると言われています、えー、去年やったみたいにですねそのお翌週4月6日ごろですね もし天気のコンディションが良ければですね、えー、日曜の午後をお、外でお花見配信したいなと思っています、ねえー、天地万物、この大宇宙のありとあらゆるもの、えー、物理・科学のですね事象・現象・定理のすべて それらをご想像なさった神様だけが唯一の神様です。他に神は一切おりません。神社仏閣に出かけて行っていくら拝んでもそこに神様はおられません。神様だけが唯一のクリエイターです。唯一の創造主です。 えー、万有引力一つとってみてもその神の設計の素晴らしさがよくわかります、えー、地球はですねものすごい速度で、えー、常に自転しています、えー、本来であればあ人間は大気圏外に地球の外に放り出されてしまうような速度です そうならないために万有引力というものを神が設計してくださいました地球上に人間がとどまっていられるようにそして人間にとって過度の負担にならないように人間が適度に動けるように万有引力というものをご想像してくださいましたそれだけ取ってみてみも 神の設計が想像がいかに完璧であるか完全であるかよくわかりますそして私たち人間を人知では計り知れぬとてつもない深い大きな愛を持ってご想像をしてくださいました私たち人間は 猿から進化したものではなく神によって想像をされたものです、えー。猿が人間になるわけがありません。進化論というのはありえないことです。猿は猿であって人間は人間です。進化の途中の化石その他のものが あ一切ないということもそれを表しています私たちはですね、えー、私たち人間があ礼拝すべきものは賛美すべきものは神のみですアメン、えー、人間が作り出した概念や、えー、像や そういったものを私たちクリスチャンは一切崇めません神のみを崇めますそして自分たちが受けた栄光は全て神に返します全ての栄光は神のためにのみありますなぜならば神は私たちの 本当の親であり真の創造主だからです私たちは神にのみ希望を置きます他には希望を置きませんこの世のことには希望を一切置きませんなぜならこの世のことは人間の作り出した概念なるものは いつか滅び去るものだからです。神の愛は人間に対する愛は永遠であります。神様は永遠から永遠におられる方です。そして驚くことに神のなさることは本当に驚くことばかりです。 神様は自分の一人子であるイエス・キリストを私たち人間の全ての罪をあがなうために拷問台である十字架にお付けになりました。私たち人間が自分の愛する我が子を十字架につけられるでしょうか。そんなことをできる人間は誰一人いません。 神のみぞできることです。人間に対する深い深い愛のゆえに神のみができたことです。そしてイエス・キリストは自分が裏切られることを知っていながらわざわざ神であるイエス・キリストが人間の姿形をしてこの世に現れてくださり そして自ら進んで十字架に疲れましたそして五問題である十字架の上で血を流され私たち全人類の世界中の全人類の一人一人のありとあらゆる罪を清算するためになかったことにするために十字架の上で何時間も苦しまれて 血を流されて、えー、死んでいかれました。何という,う驚くべき愛でしょうか。何という,う深い愛でしょうか。私たちはその十字架の血によってすべての罪があがなわれました、許されました。感謝してもしてもしきれないことです。 私たち人間はそのことを忘れては決して忘れてはいけません常に心において生きなければいけませんそしてすでに救われている人洗礼を受けている人のはやるべきことがありますそれはまだイエス様を知らない人をイエス様のところに導くという うこの世で最も大切な仕事です伝道という仕事ですもっともっと大胆に私たちはその伝道の仕事をしなければいけません人間が生きていく上で大切なのはお金を貯めることでもなく社会的に高い位置につくことでもありません それらはむしろ不要なことです何もなくていいんです何も持ってなくていいんですただただイエス様の愛を心に掴んでいればそれで人生は本当にその人の人生は本当に豊かな幸せな人生であると言えます 本当に恵まれた人生ですこれ以上の豊かな人生はありません私たち人間が愛すべきお方はイエス様ただお一人ですえー、クリスチャンとして、えー、恥ずかしい話なんですが私もまだ 100%人を許していいるとは言い難いですイエス様が十字架の上で私たち人間を全て許してくれたにもかかわらず、うん、私自身、うん、あらゆる人を許せているのかと自問自答をすると そうではないという自分がいることに気づかされます本当にイエス様の前において恥ずかしいことです早くあらゆる人を許せる自分になりたいなとイエス様を見習ってすべての人を許せる自分になりたいなとそのように 思いますそうありたいです。私は若い時、神を恐ろしいことに否定するものでした。神など存在するわけがないというものでした。しかし、そんな私でもイエス様は許してくださいました。 神を否定する人間ですら許してくださいましたイエス様のご計画は完全なものであり神を否定する人間すら許してくださいます人知,人知では計り知れない深い愛です 神様は私たち人間のすべてを知り、すべてをご覧になっておられます。私たち全人類の一人一人の髪の毛の数までご存知です。私たち人間の肉体はやがて滅びます。80年、100年も経てば肉体は滅びますが、 うんあのその後消滅したりはしません魂は永遠に生き続けますそれは天国で永遠に平和に生き続けるのか地獄で永遠に苦しんで生き続けるのかその二つのうちどちらかだけです 天国に行ける人というのは、生前にイエス様を自分の救い主、あがない主と認め、神様と認め、えー、深く自分の罪を悔い改めた人が行けます。社会的に大きな罪を犯してしまった人でも、深い悔い改めがあれば天国に行くことができます。 希望はあります。どんな時でもどんな状況でも希望というものはこのようにあります。それは主イエス・キリストの十字架の地によってのみ成り立つことです。私たちはイエス・キリストを常に心に置いて生きていかなければなりません。 イエス様を愛して生きていきましょうアメン力強くイエス様を語って生きていきましょうそして、肉体が滅んだ後天国で永遠に平和に暮らしましょうアメンそれでは皆さん思い切って賛美しましょうアメン えー、それではですね。えー、ライフさんの、宣伝式を、えー、します、えー。ライフさん、あの、じゃ、前に、え、していただけますか。じゃあ、あの。角本さん、じゃ、お水をお願いします。 洗礼式というのはイエスキー人を信じてこれから信仰を持って歩もうというその告白の時なんですねそしてその告白に基づいて洗礼を授けますライフさん今までの人生の中で本当に神から離れ自分の考えでて 生きえー、ある意味では罪の中で生きて、えー、自己中の中で生きてきた罪を認めますかはい、えー、その罪をその十字架によって許され、イエス様の実証によって許され、えー、悔い改めて、えー、本当に神の御前で、清くなりたいですか。はい イエス・キーストがそのライフさんのためにも十字架で死なれてその罪を許すためにこの地上に来られたことを信じますかはいこれからの人生イエス・キーストを信じてイエス・キーストの教えに基づいてその信仰によって生きようと決心しますかはいこの世の この世の罪の中で自分がこの世から離れ身も心も清く歩み神様の栄光を表す生き方を決心しますかはいライブさんの信仰の告白に基づいてイエス・キリストの皆によって洗礼を授けます お祈りします天皇お父様、えー、ラブさんがあ罪を認め、悔い改めて、えー、イエス様を信じました。どうぞ、彼の罪が許されたと宣言します。十字架の血潮によって、贖いによって、ラブさんの罪が許され、過去の一切の罪が許され、えー、これから清く正しく生きていけると信じます。どうぞ、イエス様、えー、ラブさんを救ってください。 そして、ライフさんの心の中に来てくださり、これからの人生、イエス様と共に生きる人生、イエス様の弟子として生きる人生、どうぞイエス様祝福してください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメンアメン イエス様すかそ、この世のものであり、この世界を救う唯一の神様でございます。ア<メ> <laughs> いいですか、はい、えまた一人新しい兄弟がイエス様によって救われました今日は本当に素晴らしい喜びの日ですこれ以上の人が救われるこれ以上の喜びはあ,ありません最高の日ですアメン,アメンイエス様ありがとうございます では聖書を拝読いたします、えー、ローマ,ー 5, 章ローマー5章をすべてですねではお読みいたしますですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。 またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますそればかりではなく観難さえも喜んでいますそれは観難が忍耐を生み出し忍耐が寝られた品性を生み出し寝られた品性が希望を生み出すと 知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不経験なもののために死んでくださいました正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません 情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうしかし私たちがまだ罪人であったときキリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますですから今まで今までにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって 神ののの怒りからら救われるのはなおさらのことですもし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが彼との命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって 私たちは神を大いに喜んでいるのです。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったのと同様にそれというのも全人類が罪を犯したからです。というのは立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。 しかし罪は何かの立法がなければ認められないものですところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しましたアダムは来たるべき方のひなですただし恵みには違反の場合とは違う点がありますもし一人の違反によって 多くの人が死んだとすれば、それにも増して、神の恵みと、一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ちあふれるのです。また、賜物には、罪を犯した一人による場合と、違った点があります。裁きの場合は、一つの違反のために、罪に定められたのですが、罪 恵みのの場合は多くの違反が義と認めらられるからですもし一人の違反により一人によって死支配するようになったとすればなおさらのこと「恵」みと「義の賜物等とを豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に「 一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられるのですすなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に一人の従順によって多くの人が義人とされるのです立法が入ってきたのは違反が増し加わるためですししかし 罪の増し加わるところには、恵みも満ちあふ,れますあふれました。それは、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主、イエス・キリストにより、義のたまものによって支配し、永遠の命を得させるためなのです。アーメン。ーメンイエス様の愛は、永遠です。アーメン。 1人の人の悔い改め、1人の人の救いは大きいのです。えー、ナイスさんの、えー、告白、えー、天において天使たちが喜んでいると書いてあります。1、えー、一人の神の子の誕生、皆さん、今あ人類は生みの苦しみをしています。 それは、この終わりの時代に、いろいろな苦しみの中で、神の子の現れを待っていると書いてあるんです。神様の目的は、神の子の現れなんです。神様は、イエス・キリストを通して、神の子を産みたいのです。クリスチャンは、いろいろな苦しみの中を通して、キリストに出会いました。 そしてイエスキリストと信じることによって神の子として生まれたものです。ですから神の子は神の言葉を聞きたいのです。この世のものはこの世のものはこの世の言葉を聞きたいのです。私たちは以前はこの世に関心がありましたが今私たちは神の言葉に関心があります。 このことによって真理の霊と偽りの霊が区別できると書いてあります。えー、その、罪にある者は、罪にあるものは、えー、罪を犯し、それが、えー、悪魔の子,子であり、義を行う者は、えー、義を行い、そして神の子であることがわかると書いてあります。はい、兄弟姉妹の皆さん、私たちは以前は悪いことをしていたかもしれません。私たちは悔い改めて、 良いことをするようになったのです。ですから皆さん、ますます良い行いに励みましょう。えー、以前は悪意を持って生きていましたけど、今私たちは善意を持って生きることができます。えー、それは許されたからです。神を持ったからです。神、神に許されたからです。神と和解したから、私たちは良い行いができるようになったのです。 兄弟姉妹の皆さん、私たちは救われた者として神の栄光を表そうではないでしょうか私たちが生きている目的は神の栄光を表すことではないでしょうか兄弟姉妹の皆さん私たちは、えー、霊的な真理の中で私たちがどのようにするべきかをいつも確認する必要があると思います決して皆さん自分の道を見失わないでください私たちの歩む道をはっ、えー きりとえしっかりと歩むのです、えー、動揺しないでさまざまな出来事があります試練があります惑わしがあります誘惑があります、えー、もう本当に罠だらけですもう世の中人生罠だらけもう危ないですよ皆さん、えー、もう本当に目を覚ましていなさいとイエス様おっしゃいました目を覚ましていなさいつまりはっきりとデリティに、えー、歩みなさいということです もし私たちが不信仰で歩むならば寝てしまうということなんです。私たちが肉的に生きるならばそれは寝ているよということです。あの朝ですね、起きると、うん、眠いなってこう、すごい寝ぼけますね。私は朝早く放送するので、寝ぼけて放送するんですが、寝ぼけてると頭が回りませんね、えー。何かこう,そう、何かですね、起きたときってなんか肉的な感じしませんか皆さん。 起きたばかりの時ってなんか肉的な感じしませんかなんかこう、あまり信仰的じゃないですね、えー。起きてすぐに祈って、すぐにデボーションして、えー、私たちは起きて顔洗うように、起きてこう、身支度するように、私たちは目を覚ましたらば、えー、信,仰信仰的に身支度をするべきじゃないですか、ね、私たちのお生活は、ねえー、信仰で歩むべきです。 ちょっと悪い,言い方でする、言いますと、多くの人は寝ぼけて生きてるんです。ねえー、寝ぼけて生きてはいけません。目を覚まして歩みましょう。クリスチャンは目を覚まして歩むのです。目を覚ますというのは、信仰で歩むということです。真の内を歩むということです。何が良いことで、何が悪いことかをはっきりと判断するということです。私たちが、その、えー、この道をまっすぐ、 見るということです。ね横道にそれないということです。えー、道、よく道に外れたことってよく言いますが、道に外れたことをしてはいけないということです。雨えー、人道という言葉がありますが、あの、最近あ、あの、国連かなんかで人道の罪という言葉がよく聞かれます。ロシアがですね、えー、人道の罪から外れてるとか、北朝鮮が ええ人道の罪から外れているとかよく言います。人道というのは人の道ですよね。皆さん、人の道はだいたい誰でも両親がありますから、人の道って分かりますよね。えー、なんかこう、人を人と思わないとか、えー、残酷なことをするというのは人の道に外れてますね。でも皆さん、本当の人道、本当の人の道はイエス様の道です。アメンクリシャンは 本当の人の道。本当の道を歩みます。イエス様がおっしゃいました。私は道ですと言いましたね。私は道です。イエス様、イエス様の教えが道なんです。多くの人は悪魔の道を歩んでますよ。多くの人は蛇の道を歩んでますよ。多くの人は裏街道を歩いています、ね。広い道を歩んでいます。 私たちは日の当たる道です。光の道です、えー。イエス様の道です。兄弟姉妹、決してイエス様の道から外れてはいけません。イエス様の道をしっかり歩みましょう。えー、ラルフさんは今日はスタートですね。新しい人生のスタートです。えー、ぜひ強い決心と強い確信のもとで、えー、この道を全うしようと思ってくださいね。 いろいろ誘惑があります、いろいろ、えー、妨害があります、もう本当にもう今日からサタンがいろいろ言ってくると思います、今日からですねいろいろこのつまずくようなことを誰かに言われるかもしれません、でも決して惑わされないでください、しっかりと、えー、決心を保ってください、ねえー日本の、日本のクリスチャンは非常にあの霊的戦いが激しくて、信仰をキープするというのは非常に難しいんですね。 ナイジェリアのクリスチャンは半分以上クリスチャンですね。50%以上クリスチャンなんです。ガーナも60%。もう中国でも10%クリスチャンですね。日本はなんと1%以下なんです。それだけ日本は霊的な戦いが激しい。それだけ日本は、その、えっ、ー、と、あの、なんていうんでしょうかね。サタンの。 攻撃が激しいということですね。えー、ぜひ、皆さん、えー、日本のクリスチャンは、なおさら、あ、頑張って、信仰を保つ必要があるということです。そして、えー、その、なぜ日本で、その、白画が多いかというと、えー、サタンは日本が、リバイバルが起きて欲しくないからなんです。 なぜかというと、終わりの時代に日本が大リバイバルを起こすことによって、終わりの時代の世界的な大リバイバルが導かれるからなんです。サタンはそれを知っているのです。だからこそ、だからこそ、クリスチャンは、えー、その、えー、日本のクリスチャンは頑張る必要があるのです。アメンこのように、えー、犬子玉でこの放送できることを本当に感謝します。 そして、えー、今日の箇所ですが神様はこの世界を作りました胡蝶蘭が咲きました、ねえー、神の作った花は綺麗ですね皆さん花好きですか、えー、この世界は神が作った作品です多くの人が神なんかいないと言いますがもし神がいなかったらこの世界がないのです 神様がいなかったら人間はいないのです。私はよく言います。神がいる証拠があります。神がいる証拠はあなたです。とか私は言いますね。なぜかというとその人が、その人が存在するのは神が作ったから存在するんです。アメン。私よく言うんです。綺、ね、麗、えー、な、えー、あの作品は、良い作品は良い作者がいるでしょ。綺麗な絵は あの上手な絵描き屋さんがいるわけでしょ綺麗な音楽はもう本当にそに素晴らしい作曲家がいるべきでしょアメ,アメ皆さん綺麗な絵描けますか綺麗な音楽作れますか作れませんねやっぱり素晴らしいものを作るためには名人が必要ですねだとしたらばこの世界を見てください傑作じゃないですか コチョウラン傑作だと思いませんか桜クもうすぐ桜クダサキマは傑作だと思いませんかすごきれい綺麗でしょだ誰だ誰が見たってきれいじゃないですかああの桜を作ったのは誰ですか神ですそうでしょ人間が作ったんじゃないでしょあの桜を作ったのは神様じゃないですかなのに きれいな桜を見ながら神がいないなんてなぜ言えるんですか私たちは神が作ったものをもう本当に喜ぶじゃないですか。楽しむじゃないですか。それは神様を楽しんでいることになるんですよ。きれいなものを、きれいだということは神を賛美していることになるんですよ。雨こうきれいな絵があります。ああ、素晴らしい絵ですね。 その絵を賛美してるんですかそれとも絵を描いた画家を賛美してるんですか画家ですよね。ああ、綺麗な絵ですね。本当に素晴らしい絵ですと、画家を賛美していることになるじゃないですか。だとすれば、綺麗な景色、素晴らしい宇宙、素晴らしい動物、植物。よくできている、もう本当に不思議な動物です。綺麗な植物です。 それを作った神を賛美していることにな,なりませんか、うん、でも多くの人はそれが盲目にされてわからないのです神がいることがその盲目にされて作品は見ることができるけどその作者を認識することができないようにしたのは神の知恵なんです不思議ですね その美しい自然を多くの人は美しいと思っても、その美しい自然を通して神を知ることができるためには、目が開かれないと見えないんです。そして、その神様の栄光を教えに来てくださった方がイエス様です。イエスキリストは、 目に見えない神の見姿、現れと書いてあります。神様の、えー、その栄光として、この地上に来ました。そして、その十字架を見るときに、十字架を見るときに、私たちは、えー、神の栄光を見るのです。アメンアメン はいこんにちはどうぞ多くの人が真理を求めてます多くの人が、えー、いろいろなその、えー、この、えー、何かを求めています 多くの人は何かを求めて、真理を求めていますが、なかなか見つかりません。私も真理を求めてました。えー、物,理物理を勉強して、真理を求め、数学を勉強して、哲学を勉強して、宗教を勉強しました。しかし、そこに真理を発見することはできませんでした。一体この世界は何なのか一体人間は何なのか一体私たちは何のために生きているのか 誰でも知りたくありませんかえー、動物はそのこと考えませんよ、皆さん。ね。犬がそんなこと考えません。人間だけですね。人間だけが神を知ることができるんです人間だけが自分は一体何なのか自分はなぜ存在するのか知りたいと思うのです。それは人間が神様に似せて作られたから人間は神が知ることが できるように作られたのです。人間は失われたものとして、本来は神を知らなければいけないのに、神を知らないものとして生きているというのが、この人間の悲劇なんです。えー、私たちは神を知るべきものとして生まれてきたけれど、神、神様に罪があるがために、 神と断絶し、神が見えないだけではなく、神を認識できないものとして存在していたのです。それが盲目です。神様は清い方です。清い方が、えー、その汚れたものが神を認識しないようにされたのは神の知恵なんです。人間の,人間の中に頭がいい人がいます。 ね。非常に優秀な人がいます。人間の知恵で神を認識できない。それが神の知恵だと書いてあります。皆さん、すごいと思いませんかいくら頭が良くても、いくら IQ っていうかな ?IQ がですね、もう200であろうと、神を認識できないんですよ、皆さん。そう思いませんか皆さん、頭がいい人が神がわかるんですか 頭が良ければノーベル平和賞を持った人が神,神は認識できるんですかできませんよね。むしろかえって頭がいい人ほど神が分からないと書いてあるんです。頭は悪くて良かったですねと言いたいですが、えー、それは、えー、頭がいい人は自分を誇るからですね。 えー、そしてお金持ちの人はお金を誇るから。だからむしろ帰って神を認識できないのです。私たちは、えー、哀れみによって神を知ることができました。喜びましょう。でも私たちがイエス様と出会うまでは神を知らなかったんですよ。イエス様を知って初めて神様を知るようになったんです。アメン神を知ることが 本当の幸せなことなんです。神に、神の素晴らしさを、本当に神を認識することができるようになったことは好きなんです。アメ,アメ神を知らないこと、神を認識できないことが不幸なんですよ。皆さん、わかりますか私たちは以前は欲が神でした。お金が神でした。自分が神でした。それは本当の神ではありません。本当の神様を、 え、知るためには、どうしても、イエス・キリストを通していなければ、神を知ることはできません。アダムが、アダムの罪によって全人類に罪が入ってきたように、たった一人のイエス・キリストを通して、神の愛が、全人類に来たのです。アメ。この人類の歴史は、 キリストの歴史です。この人類の歴史は、この闇の世界に、神の光、神の愛が、じわ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 と、この世界に広がる歴史なんです。私たちは、こう、視覚的にちょっとイメージしにくいかもしれませんが、神様のご計画は、たった一人のキリストによって、 え、恵みが多くの人に満ちるためだと書いてあります。私たちは、えー、以前は不従順でしたけれども、今、キリストにあって従順になりました。以前は罪人でしたけれども、今、キリストによって義人となりました。私たちの人生は、神を、 知る人生だということです。そして、神を知ったクリスチャンが、ますます神を知る人生なんです。アメ,アメあの、多くの人は、もう生きることは辛い。もう生きる意味なんかない。何のために生きるかわからない。それは神を知らないからですね。神を知らなければ生きる意味がないんです。神を知らなければ生きる 喜びを感じません。皆さん、そこに綺麗な花がありますね。花を見たら、ああ、綺麗だと楽しめると思いませんかもしあれが見えなかったら、綺麗だと思えないですよね。それと同じように、神が見えなかったら人生は楽しくないのです。しかし、神がわかれば、神の素晴らしさがわかれば、人生楽しいのです。アメン クリチャンが初めて、クリチャンが初めて人生を楽しめるのです。神様の美しい、えー、作られたものを見ることができるからです。そして自分も神様によって作られ、美しい人生を送ることができるのです。以前の人生は惨めな人生だったかもしれない。しかし、イエスキリストを信じた人生は美しいのです。キリストにあって生きる人生。 キリストと共に生きる人生は美しいのです。アメン。以前私たちの心は醜かったかもしれないけど、今キリストにあって私たちの心は記憶されたのです。皆さん、えー、抽象的でなかなかわかりづらいかもしれません、えー私。私が今日強調したいのは、えー、イエスキリストを通して初めて神を知ることができる。 イエスキー人を通して神の国が来た。イエスキー人を通して神の恵みが流れて来てる、来てるということを強調したいのです。天国の入り口は十字架だということです。神を知る入り口は十字架だということです。神と関わる方法は十字架しかないんだということです。その十字架が全ての人の救いであり、 あがないであり、その永遠の命の、その入り口だということです。私は、えー、そのことを多くの人に言いたいですし、また、兄弟姉妹にも言いたいのです。私たちは、その、神を知る、十字架によって、神を知ったんだということです。そして、兄弟姉妹の皆さん、喜んでください。私たちは永遠の約束を持っているのです。 これからますます神の働きが皆さんに及び、神のその祝福と恵みが増し加わってくることを一緒に喜ぼではないでしょうかそしてこの素晴らしい神の恵みを一人でも多くの人に伝えたいと思いませんかもうすぐ日本には桜が満開になるでしょうそのように、 神の素晴らしい信仰の花が日本に満開になってほしいと思いませんかそのためには、まず皆さんが桜のように咲くべきじゃないですかアメンもうすぐ桜の季節です。信仰の花を咲かせましょうイエスキーとにあって喜びましょう確信を持ちましょう皆さんは愛されているのです皆さんは祝福されているのです皆さんは えー、神と共におられるラですアメンプレイスローシューハメよチュージョンドクトレイスローカミトコトモダチヨシューハメアで l たちんローズ シオホメえー、皆さんが本当にハッピーで嬉しいです。As children of God, 神の子供として happy. 私たちはハッピーです。本当にそのお兄弟のためによ,よい時です。信仰のワンステップです。 The step that he has taken today is a step that you, if you are not a believer, that is the step you have to take. I thank him so much this morning because God has used him as one of us. One of God has made him to be one of us. えー、その神様は彼を私たちと一人にしてくれたことを本当に感謝します。死をはめよう死をはめよう time,、えー、この時、いろんなたくさんの誘惑があります。今の時代、たくさんの誘惑があります。 えもうサタンがですねたくさんのその試みをしようとしている時ですこの今の時代はもうサタンがいろいろこうあのテストをしますえ今日言いたいんだものですもう信仰で立ちましょう信仰で立ちましょう、うん もうイエス様は個人的な救い主です。Praise <the> Lord. 主を褒めよう <the> 主を褒めよう <message> 今日のメッセージは、いかにして神が神の子供たちにあふれるばかりの祝福をくれるかということです。And also how Satan そ同時にサタンは人々を破壊します <the> 死を褒めよう <the> 死を褒めよう have, us, もう神様はあふれるばかりに祝福を与えようとして,してますよもう祝福が来たならば <Satan knows. S 1>、えー、そ,そのことをサタンは知ってますが今日の祝福が来たなら

もうサダンは皆さんが出世することを妨げようとしてるんだということです。神のやり方として、神の子供として、その神の子供の道です、やり方。もう祈り続けて。 もう、誘惑が来るわけですから、もう皆さん、勝利しなきゃいけないんです。Comes, もう、いろんな試練が来ますが、もうそれらに勝利しなきゃいけませんから、comes, もういろんな問題が来ますが、もうそれらに勝利しなきゃいけません。もうそれらにいけません。もう、そにしなきゃいけません。 もう、サタンは、その、読みのが来ることを知ってますから、このポイントは、もう、皆さんを、サタンが、皆さんをこう邪魔しようとするから、もう、あらゆることを、サタンを邪魔しようとしますから、皆さんがうまくいかないように、皆さんがうまくいかないように、 もう、祝福受けないようにしようとしている。もう、皆さんが勝利しないようにしてたんますから。もう、皆さんが正しくないようにしますから。もう、主は皆さんにその光を与え与えたいのです。もう、主に祈らなきゃいけないんです。 Pray and pray to God. もう、えー、主に祈って祈ってあ、えー、主に跪まずかなきゃいけません。もう、神様は皆さんにその誘惑に勝つようにしてくれます。もう、今日、洗礼を受けた兄弟がいますが、生徒は自分一つの場所を

教会に来て信仰の道をしっかり持たなきゃいけません。もう、ねあのー、その自分の人生において祈りによって誘惑に勝たなきゃいけません。もう誘惑に勝つために祈らなきゃいけません。 えその勝利を得るために、もう成功するために、繁栄するために、もう勝利するために、大好きになるために、ビジネスのために、契約 c o n t r a 契約をするために、主をはめよ,はめよ,はめよ、主を励まよ、兄弟姉妹、兄弟姉妹。 もう本当に祈りの生活になりましょう。どんな状況でも、もう祈,祈,り,祈り深くなりましょう。疲れてもあ、疲れてはいけません。もう祈り深くなりましょう。もう朝祈りましょう。 午後祈りましょう。夜祈り祈りましょう。もう毎分毎秒いつでも祈りましょう。なぜかというと、イエス様は光だからです。もうイエス様だけが勝利を与える方だからです。イエス様だけが勝利を与える方だからです。 え皆、ー、えー、イエス様だけが皆さんがその本当の道を導くからです。The one today and イエス様は昨日も今日もいつまでも変わらない方です。p r a めよう。謝アミン。 イエス様との契約だけが救いです。神様はアブラハムと契約しました。でもそれはアブラハムとアブラハムの子孫との契約だと書いてあります。そのアブラハムの子孫はそのイエス様のことを言っているんです。神様はイエス様との契約の中で人を救おうとされました。それは血の契約です。 死の契約というのは十字架の契約です十字架は、えー、その天国の入り口でもあると同時に契約なんです私たちクリスチャンは以前は、えー、約束のないもの契約のないもの保証されないものでした神から遠く離れたものでしたしかし私たちは今神と契約をし 神様にあって約束、保証されたものとなりました。その保証のしるしは聖霊様です。聖霊様を持ってるか持ってないか、これがとても大事なことです。イエスキリストを信じた者は聖霊を受けるのです。えー、そのライ,ライフさんが聖霊を受けてほしいと思います。えー、その与えられた聖霊が保証です。えー、その書院です。 それは救われた保証です。イエス様を持ったということにもなるでしょう。イエス様はご自身を与えにこの地上に来ました。兄弟姉妹の皆さん、信仰に立つということは、イエス様をしっかりと持つということです。信仰に立つということは、イエス様と共に歩むということです。アメンイエス様から離れてはいけません信仰から離れてはいけません イエス様の言葉から離れてはいけませんアメン,アメン天の戸様、以前は一りぼっちで生きていた人生、自分勝手に生きていた人生です。しかし、今はイエス様と共に歩みます。イエス様と共に歩む人生が、天国への人生、救いの人生です。神の裁きから逃れます。多くの人はまだ、えー、神に敵対し、罪の中を生きていますが、 どうぞこの放送を見てたくさんの方々が悔い改めて、えー、この永遠の契約の道に入ることができますように人々が救われたい生きる意味が欲しいという気持ちを与えてください悔い改めの、えー、心を与えてくださいそして私たちも、えー、あなたの契約をもう一度覚えて本当に私たちは契約をしっかりと持って歩んでるかどうかを吟味して 悔い改めます。イエス様、私たちの不信仰、不誠実、不従順を許してください。あなたの御答をしっかり守れるように助けてください。あなたの一つ一つの命令を、本当に心を尽くして、思いを尽くして守ることができるように、私たちを強めてください。そして、この世の光、世の光、地の潮として、あなたに喜ばれる、あなたの栄光を表すものとしてください。 えー、兄弟姉妹を強めてください。誘惑から守ってください。あらゆる問題を解決してください。病気を癒してください。えー、善意を持ち、悪意に打ち勝つ力を与えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン 生産式は血の契約ですね血の契約それはもう本当に命を懸けた契約だということですそして人間にとって一番大事な契約です神様との契約イエス様との契約ですこの契約を軽んじる者は病気になったり死んだりするとも書いてあります決して神を侮ってはいけませんその イエス様との契約を、えー、軽く見てはいけません。神はあ、えー、その侮られる方ではありません。皆さんの心を試しておられます。皆さんが本当にこの契約に忠実なのか、えー、神様に対して本当に神を侮るような生き方をすれば、えー、神はあ裁かずにはいないでしょう。えー、私たちは本当に神を恐れ、へり下って、えー、神の教えを守,守っていきたい、 でではないでしょうか天のおとさ多くの人は神と無関係で生きています。知らず知らず悪魔に騙されています。悪語をしています。人と人々と争い、そして自己主張し、汚れたことを考え、汚れた行いをしています。私たちもそうでした。本当に汚れた人生でした。しかしかイエス様に救われて 清い生き方、清清いい心、清い言葉にされましたどうぞ私たちがさらに清くさらに清くあなたの愛を持って人と争うのではなく人に優しく愛を示すようなものとしてください私たちを通して神様はあなた自身を伝えようとしていますクリスチャンがある意味では広告塔のようなものです どうぞ、兄弟姉妹が油注ぎを受けて、精霊によって、神の栄光を表す素晴らしい人生を送れるように、特にこの日本においては、クリスチャンが少ないです。少ないクリスチャンだからこそ、神の栄光を表す、えー、生き生きた、生き生きとする、えー、クリスチャンが、ますます現れて、立ち上がって、あなたの十字架を述べ伝えることができますように。 イエス様、今聞いている兄弟姉妹を励ましてください。励ましてください。強めてください。あなたの福音をもう大胆に伝える、そしてあなたの愛を、えー、表すものとしてしてください、えー。満開の桜のように、日本の満開の桜のように、クリシャンが咲きますように、クリシャンが信仰の花を咲かせますように、導いてください。 イエス様の皆によってお祈りします。アメンえ、桜の満開はですねリバイバル、リバイバルを表します。皆さん、えー、日本の桜は、えー、日本のシンボルですけれども、リバイバルのシンボルでもありますよ。えー、今年の 桜え、きっときれいな満開になると思いますが、これは日本のリバイバルを表します。期待しましょう。えー、桜はリバイバルを表します。 皆さん、桜見たいですか満開の桜見たいですかアメンえー、きれいなあ桜を見たいならば、本当の意味の日本のリバイバルを見たくありませんか桜を見たいならば、本当の意味で神の国を見たくないですか桜を見たいならば、本当に美しい神の 世界を見たくありませんか一緒に見ましょう日本において、世界において、これから神の国が表されるんです期待しましょう求めましょうアメン、ま、アメンはい、皆さんありがとうございました。これで礼拝を終わります。 ぜひ皆さん、えー、日本のリバイブルを期待して一緒に伝道しましょう。今日の礼拝はこれで終わります。またあ明日の朝お会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。